どうも、マサダイです。今日は日曜日ということで、マサダイ日曜からどうでもいい、今週のどうでもいい話はですね、今週振り返った時にね、まあ僕には直接的に関係はないんですけどね、あの僕の住んでいる国にとってはね、ちょっと関係のあることがね、起きたので話したいと思いますけども、アメリカの大統領が、新しくなったぞということで、トランプになりましたね。暴言王トランプ、いつかフェイトに出てくるかもしれないですね。まあそのね、トランプがね大統領になって、まあどうなるかですよね。まあトランプのね、行動によっては、日本にはね、大きな影響が、出たりもするし、まあ出なかったりもするし、まああの人次第なんですよ。はい。まあ僕個人に関してはね、全く関係のないことなんですけど、まあ今後どうなるかもね、わからないですけども、まあアメリカの国民が決めたことですからね、テレビで見るしかないですね。はい。行動をね、こんな感じで、それとですね、コールオブデューティーのね IW で、まだ隠しトロフィーがあって、月曜日水曜日ぐらいまでやってたのかな、あのテディベアをね、探し出して、それを銃で撃つと、まあ、回収できるんですけど、そのテディベアの位置がねもう非常に多すぎて、4個見っけたんだけど、多分最後の1個かな、わからない、どこにあるかわからない、困ったよあれは、非常に困った。で写真の方はね比較的簡単なんで、写真の方は見つけたんだけど、人形の方がねわからなかった。でしかもあれランダムっていう割にはさ、もう決まってんだよね、多分ね機械によって出る位置決まってるんだと思うんですけど、僕の場合はねあれ場所変わらなかったです、ランダムっていう割にはもう熊の出現位置は変わらない。4つ変わらなかったね。でしかもね、最近ってかね、もうずっとやってて思ったんだけど、キャラクターも変わらないんだよね。ずっと俺ね、女の子のキャラクターなんですよ。前まではね、アンドレじゃない、アンドレだっけ？なんか、黒人のヘイみたいな感じのやつと、あとオタクって言われてるメガネかけたやつ。それとちょっとね、AJ だっけ？なんか MJ みたいなやつにもね、慣れたんですけど、ここ最近ずっとね、女の子。ほとんどそういうなんか隠し場所の位置っていうのもね固定されちゃってます。例えば電卓の位置とかさ、ずっと同じなの。ただホフに変えた時はね、電卓の位置とかは変わってたんですけど、まあメガネかけて赤いターゲットを撃つ時は変わらなかった、位置場所はランダムじゃねえじゃんっていうね、そういう何不具合、あれバグなのかな、そういうことがありましたね。そして、まあね、もうテディベアはもう諦めて、キングダムハーツのね、まず最初は 3D の方からね、終わらせて、楽しみは最後に撮っときたいなということで、アクアの方は最後にやるつもりなんですけど、 3DS でやってた頃をね思い出すんですけど、やっぱプレイステーション4ということでね、ステージが広い。というわけで今週のどうでもいい話はトランプ大統領になったねっていう話と、COD のテディベア最後の一つ目わからない。そしてキングダムハーツに関するちょっとした話でした。それではまた来週、バイバイ。